ちょっと一回抱っこして。はい、いいよ、乗っけてください。じゃあ、ティーが落ちた。注射器使えなくて。後につきます。ごめんなさい。さあ、こっちも行くよ。こっちの方が早いよ。はい、食べる。はい、どうぞ。これもっと綺麗にね、見たい。偉いね、誰の手でも食べてくれるね。座る、このままちょっと、もう少し。で、中は薬入れるんですね、はい、入れるんですね。でもその前に洗います、はい、ちょっと食べる。食べよし。噛んだ。えらいね。どんどん食べていいよ。まあ、一つずつね。もらっていい？すいません、お願いします。普通はこれぐらい入るわけですよね。ねえ、だから全然入ってないんだよね。全然入っていかないんですよ。隙間からちょっと入ってくるだけだから。こっちもそれなりに折れてるからさ。こっちもね。おっかんだ。すごいね、今ちゃん。治療しながら食べる。ねえ、中学生すぐ食べれないと思うんですよ。すぐ食べれないですね。本当に余裕じゃないですね。ねえ、食べるからさ、いいんで食べさせてください。どうぞ食べる。噛まないね。これもそう、在庫見といて、この
ひろつ。すごいね、こっちもね、先生。汚れてます。うん。大丈夫。探した？これ？はい。それ私の手。じゃこ。まあ、歯がないから絶対噛むことはないんだけどね。そうですね。歯あとは全然完全に噛んでる。うん、噛んでるからね。最後今嫌なことでしょ。嫌なことしてるもんね。ねえ。今日はいいね、今じゃあいっぱいもらえるで。嫌だね。はい、食べていいよ。はい、これ食べてよ。はい。パリパリ。まちゃん、何ご飯は？あ、そっか、ちょっとさ、ワンクリーンしか刺しないから次ヒアルロン酸刺して、でその後パプティン、あ、パプティンに。甘いヒアロン酸させて、それがその後カプティンさせて。ごめんごめん。ちょっと嫌になってきてね。また。あ、もう嫌になってきたね。嫌になってきてね。ごめんね、ちょっとやりすぎたね。メメ刺すよ。メメ刺すよ。メメ刺すよ。メメちゃん見せて。いいよ。でもなんかあるみたい、ラムチンの前になってるの？ヒアルロン酸。ヒアルロン酸？あ、これお家で出せるんでしょ？これもあるみたい、先生。それヒアルロン酸ですね。ヒアルロン酸、一回見て。ヒアルロン酸って言ってもさ、いろんなのメーカーから出してるからさ、うん。そうですか。キャップが一緒だなと思って。あ、それも出してる。でも一緒、さっきのと一緒ですよ、これ。一緒？本当？あんだけ吹いてもまだこんなに汚れてるからね。汚れてるんだね。だからいいよ、ほんとやね。すごいね。やっぱりわけだわね、先生。いまーす。こっちの耳はもっと臭いけどね。さあ、入荷です。はい、上手。ここ来る前に、先週かお風呂入れてここ来たんだけどね。もう耳一生懸命洗うくて、汚れるんだね。すっごいね。あ、しました。明日？うん。ねえ、おちゃん。ねえ、いいよ、ここに。いるよ。ねえ。もうちょっとで終わりよ。はい、はい、はい。お掃除する手。もうちょっと。掃除して、ただ綿入れるだけね。掃除はこれぐらいですよね。ただ綿入れて、外からもうマッサージして。全然ね、先生。食べちゃん。何？ね、先生のことするから。食べて。あのさ、トリミングテープちょっと片付けで終わったらでも乾かしまう。うーん。行きます。まだ。まだ終わったらまあ。まあでも、もう終わり終わり。ね、綺麗だね。ね、本当。うん、もうちょっとよ。こっちにもイボあるもんね、なんかある？ある。手前の今、脳の中にね、イボなんかね。まあでも本当に申し訳ないけどね、うん、国家はね、耳にイボできやすい。本当、うん、できる子が半分以上だよね。できん子の子が珍しいかもしれない。前の犬も耳も悪かったんだけど、うん、ここまでは悪くない。あれ、うん、ここまでは。これで、イボもなかったもんね。あ、じゃない子だったんだ。その子はなかったの。あの、耳がね、先生。うん、あ、体にはあったけど。あったけど、耳にはなかった。ああ。うん。じゃあ、でも、それは。びっくりした。だから、耳にイボできる？言って。ないと思ってたもんだからね。2匹目だもんだけど。はい、すみません。抗戦症状持ってきて。うん、102分。はい、はい、
ああ、それ仕方ない。これはこれ、直接外す。はい。やめよう。やめよう。これか。トレーニングテーブル開いた？開いてます。オッケー。ちょっと指軽く洗って。あ、ちょエルフィーがどこ行っちゃった。はい、ヤルエンさんのスタンドどこ行っちゃった。うん、来た。お薬がちゃんと飲めるんだったら、はい、お注射はしませんので、はい、あのまた今日薬出しますね、はい、だから1日2回のやつと1日1回のやつ飲ませてくださいね、はい、それから耳は1日1回、はい、2滴ずつ2種類で、はい、目は 3回がね、3回ですもういろいろやらなくて、先生どうしようかな大変ですねえ、どうだったかなと思って嫌いな。もしじゃあそのままさ、少しご褒美持っててトリミングするから来て、で結果話するから。はい、じゃあこれも。